今回は丹沢にある鍋割山へ行ってきましたので、お話ししていきたいと思います。よろしくお願いいたします。出発は大倉バス停からでした。そしてここで早速通行止めという標識が出てきました。来た道を戻って迂回ルートへ向かいます。この日は11月の上旬でございましたので、現在は改善されている可能性もございます。調べてから行くのがよろしいかと思います。鍋割山は私は2回目なのですが、前回は別のルートを歩いて行きました。今回は初めての道なのですが、このような平坦な道がですね、印象では3、4キロ続いたように思います。初心者にも良いとされているのは、多分この辺りの平坦な道がたくさんあって、まあ、山の雰囲気も楽しめてっていうところなのかなという印象でした。このような、なんていうのかな、昔の人が作った何かが見受けられたので、まあそうですね、昔から の山の中の道だったのかなというふうに思います。そしてですね、紅葉なんですけれども、この辺りはまだねそんなでもないんですけれども、標高が上がっていくにつれて色がどんどん変わっていくんですね。それがすごく良かったな。平らな土地では見られない景色なので、歩いていくうちにどんどん色が変わっていくっていう体験をすることができるのが山歩きなのかなと思いました。鍋割山の情報としては、まず標高が1272メートル、遠野岳は1400メートルですので、それ考えるとちょっとだけ低いという感じですかね。で、私が山歩きの練習しているところが本当に200メートルとか300メートルぐらいなんで、私にとっては高い山のジャンルに入るところです。鍋割山で有名なのが鍋焼きうどんですね。鍋割山っていうところから取って、鍋焼きうどんを鍋割山荘が出しているんだと思うんですけども、山荘でね鍋焼きうどんを食べられるということで、皆さんよく写真に撮って載せていらっしゃいますね。私はね一度も食べたことないです。なんだろう、なんか山の中でうどん食べたくならないんですよね。とりあえずですね、ここで休憩を一
開しました。なんかどこにね休憩場所があるかわからないんで、初めての道って。だからこういう開けたところとかを見つけると、とりあえず休憩をしようかなと。ただね、気温が9度ぐらいだったかな。だからね、じーっとできないんですよ、寒いから。歩いてるとね、あったかいんですけどね、立ち止まるとやっぱり寒いです。でね、ここなんですけども、ここにね、あの休憩場所がありました。もうちょっと我慢して歩けばよかったですね。でなんかね、銅像みたいのがあって、この方はね、名前忘れちゃったんですけど、山というか登山を全国に広めた人というふうに書いてあったように記憶しています。登山をね、趣味として楽しみとして広めていった人ということでしょうね。山はほら、村から村へつなぐ道みたいな、普通の生活に使う道っていう感じだったんでしょうけども、それをこう楽しみとしてやりましょうみたいなのが途中から出てきたんだと思うんですよね。で、この辺りはだんだん川沿いの道になってきまして、山ビルの箱があるから開けてみたら、山ビルの塩ですね。塩が入ってたんでしょうね。今季節的にもう昼の季節じゃないので空でした。で、まあこのね、橋は鍋割山に行くときによくね、皆さんが写真撮って載せているとこですよね。3つぐらいあるのかな、確か。橋を渡って行くという登山道ですね。ただ何も難しいとこは何もないです。もう地図通りに歩いていけばいい感じでした。で、ここなんですけども、紅葉がね、だんだんね、綺麗な色合いになってきましたね。まだちょっと早いかな、この辺は。800メートルぐらいなのかな、この辺りで。あ、そこまで行ってないな、まだな、600とか。そのぐらいかな。やっぱり川がね、近くにあるんで、こういうちょっとした滝だったりとか、水で濡れた道とかね、そういうとこがたくさんありました。この日はすごく晴れてたんで、特に困ったことはなかったですけど、雨が降った後とかね、そういう時はもっと歩きにくい道もあったのかなーなんて想像します。もうね、紅葉した葉っぱが落ちてるところもあるんですよね。場所にもよるのかな。この辺も川沿いを歩いていく感じでした。人にはそういえばね、3、4人かな。平日の昼間に歩いて3、4人とこのルートではすれ違ったかな。あ、でもね、途中でね、10人ぐらいの団体の方がいらっしゃいました。やっぱり人気だなぁと思いながら、山頂はいっぱいいました。どこのルートから行ったんだろうな。もっと早かったのかもしれませんね。で、ここにはね、いっぱいペットボトルがあるんですけども、力持ちの方は、この水を持って、鍋割山荘に持ってきてくださいっていうことだったように記憶してます。間違ってたらごめんなさい。
私はね、自分のことで精一杯なんでね、何も待たずにね、来ました。何回目の橋かな、3回目ぐらいの橋かな。結構ね、グラグラするんですよ。怖いんですけど、まあ、大丈夫でしたね。枯葉とね、こういう石のね、道ってね、道の感じがわかんないんですよ。山道だとこうやって、葉っぱが生えてないところとか、あと木で道が作ってあったりするんでね、わかりやすいんですけど、川の近くというのは、石がボロボロしてて、しかも枯葉なんて落ちてる時には、ね、道が全然わかんないんですよね。ただね、ここは、ナビ割山は大丈夫でした。そんな分かりにくいとこ全然なかったです。で、いよいよね、川からどんどん離れていく感じになるのかな。あ、まだちょっとここに辺沢っぽい感じですね。綺麗ですね。この辺からか。もう山登り始めてますね。だんだん傾斜がきつくなってきまして、この辺りから本格的な登山が始まると。やっぱり一応ね、1200メートルある山なんで、それなりに登るんですけども、登った距離自体はだから3キロとか2キロとか、本当にそのぐらいなんですよね。辛いのはそのぐらい。といっても、まあ、映像で見ていただける通り、まあまあ、初心者でも大丈夫だなっていう道でございました。なるほどなって来てみて、わかりましたね。で、たまにね、人の声が聞こえたりとか、するんですけども、ここではないかな。結構ね、カップルの方みたいなのがね、いらしててね、すごい仲良さそうにこう、二人で歩いてるんで、追い抜かすときが結構大変で、追い抜かしたんですけどね。私歩くのそんなに遅い、早くないので、遅いので、人を抜かすっていうことあんまりないんですけども、さすがにね、抜かせましたね。すごい楽しそうに歩いてらっしゃったんでね。熊鈴も確かつけてたかな。熊鈴はね、疑惑の熊鈴というか、こんなとこに熊いねえよみたいなところでつけてると怒られちゃうというね。いや、怒られないんですけど、ツイッターとかで怒られてますね。直接は皆さん言わないんでしょうけど、私は別になんとも思わないです。動画の撮影でね、ちょっとクマスズがあまりにも近いと、あれなんで、そういう時はカメラただ回さないっていうだけなんで。ほら、この辺見るとね、やっぱ傾斜が、あーと思いましたね。ここはね、どっか別のルートからの合流ですね。私は多分ここで以前のルート合流したんです。でもね、前回来たルートは本当にね、怖かった。人がいなくて。もうそうだし、あと人が歩いた形跡があんまりないルートなんで、余計に怖く感じましたね。けど、大倉バス停から来るルートはすごくいいルートなんで、おすすめです。ね、傾斜がね、ありますでしょ？やっぱ今までのんびり平坦な道歩いてきた反動がここで出てくるということなんですけども。でもこれもそう長く続かないんでね。まあ山登ったなって思える、ほんといいルートでしたね。
この辺りは紅葉が、だいぶ進んでまして、赤い葉が地面にいっぱい落ちててすごく綺麗でした。赤い道を歩いてね、登っていくという感じでしたね。葉がまだ残ってるのもあって、まあこの辺が一番ピークだったのかな。1000メートルぐらいだったと思います。そう、もうね、この先行くともう全部落ちてるっていう感じになってたかな。あ、この辺もまだ大丈夫ですね。紅葉が一番ピークの色合いだったんじゃないかな。ここのね、山登っていくときに、その登りが一番傾斜がきついところっていうのが、まあ、あったんですけどね、その傾斜のきついようなところを登ってるときに、ちょうど10人ぐらいの方たちの団体さんをこう抜かしてたんですよ、私がね。やっぱあの大人数の方って休憩をたびたびされるんで、で私が抜かしていくときに話しかけられたんですよね。もう本当に辛くてハーハーしてるときに、向こう側の方たちはあの休憩中だったんでね、すいません、あそこの山ってなんて山ですかみたいな普通の会話をガイドさんがいらっしゃるのに、ガイドさんでなくてなぜか私に聞いていらしてて、で私もね、力がまだ残ってればね、あのどこどこ山ですよって言ったんですけど、本当に辛くて、早くこの団体の方たちを抜かしたいっていう気持ちがすごい強かったんでね、すいません、あのすごい素っ気ない返事をしてしまったことに後々後悔してね申し訳ございませんでした。本当辛くて大変だったんです。でまずこの辺もね、なんとなく紅葉が残ってたんで自撮りで歩いてみましたけど、いかがでしょうか。もう上着は脱いでますね。最初の休憩の時にすでに暑かったんで、まあ気温は9度ぐらい、関東の真冬ぐらいの気温なんですが、歩いてると暑いんですね。で、道も合ってますっていうことで、正面の山が鍋割山かな。この辺はもう全部葉が落ちてる感じでした。でね、だんだん見えてくるんですけども、鍋割山、到着になります。前回来た時のね、記憶が蘇ってきましたね。あ、やっと着いたって思った時の、この赤い屋根が特徴なんですけれども、なんか前来た時よりも、いろいろとこの辺整備されてますね。もっとなんかだだっ広かった記憶があるんですけど、季節によるのかな。10時55分ですね。いろんな人抜かしたりとかするために結構早歩きしたりしたんで、そのせいもあって今回早く到着したんですよ、計画したよりも。隣にね、人が座っていらしたんで、あんまりカメラ回せずにね、景色だけ撮って、
鍋割山のね、その今座ってたところの裏側もね、景色が綺麗なんですよ。で、それね、前回来た時は見てなくて、今回初めてこうやって拝見させていただきました。富士山も正面に見えるんですね。で、結構山々も広がっている感じも見受けられて、いいとこでした。で、早々にね、本当はピストンで下山する予定だったんですけど、やっぱ3キロ、4キロの平坦な道歩いて帰るのはすごく嫌で、急遽ね、大倉尾根に向かって歩いてます。大倉尾根方面から帰ろうと変更しました。大倉尾根はね、バカ尾根とも呼ばれてて、まあダラダラとこう長く続く道というところからバカ尾根とか言われてるんでしょうけども、下山するにはね、いいんですよ。そう、バカみたいに長い道をただ降りていくだけなんでね、登っていく時っていうのは辛いから、輪をかけて辛く感じるんですよ。今回ね、この鍋割山歩いて思ったのは、登りを鍋割山の方面から来て、それで遠野岳行った方が楽なのかなって思いましたね。距離は長くなるんですけど。で、このね、鍋割山から金冷やしっていうね、分岐があるんですけども、それが大倉尾根の分岐なんですけども、そこまで向かう道がすごく良くて、ちょっとね、お天気がね、だんだん悪くなってきてしまって、雲がねかかってきてしまってるんですけども、これまた天気のいい時来たら最高なんだろうなーなんて思いながら歩いてました。少し青空なんかも見えるですけどね、まあちょっとモヤモヤっとしちゃってますかね。で、この辺はもう標高1200ぐらいなんで、木の葉はないですね。もう落ちちゃってますね。でも、この辺りのね、稜線なんかもなかなか良かったんで、遠野岳方面行くときは今度からこっち使いたいなって思いました。なので、今回のルートは大倉バス停から鍋割山へ行って、で、金冷やしの分岐ですよね。そちらへ行って、大倉尾根から下山し、大倉バス停に到着という感じで、ちょっとぐるっと回る感じですよね。まあ、これのルートが一番いいのかな。下山でね、そう、鍋割山のあのルートはちょっとね、つまんないかも。このルートでも、人はね、迷わなかったかな、ここでは。多分、鍋割山の方たちは、そのまま、そう、ピストンで下山されてったんじゃないかなと思います。合わなかった。そう、ピストンで行ったら多分12キロぐらいなんですよ。だけど、こうやってぐるっと回って下山すると
16.4 キロってなってましたね、私のデータでは。少し歩く距離が伸びるので、それ考えるとやっぱりピストの方が気楽に登れるっていうメリットはありますね。もうね、ちょこちょここういう景色が広がるんですよ。そういう眺めのところがあるんで、とにかくこのルートすごい飽きない、楽しいですね。で、私のデータなんですけども、先ほども言った通り、16.4 キロですね、この山歩きで。で、休憩時間が1時間23分だったんですけども、だから山の中にいた時間は8時間37分なんだけども、その中の休憩時間は1時間23分というね。まあどうなのかな。長時間のね休憩はもう寒くてできないんですよ。長くじっとしてると寒いので。だから10分15分休憩をちょこちょこしてたっていう印象があります。あ、これがさっき言ってた金日足の分岐ですね。遠野岳に行くルートが向こうにあって、でもまあちょっと悩んだんですけどね、遠野岳あと600メートルなら行けるかなとか。だけどまあ今回は行かっていうことで、行かずに、大倉尾根から下山してます。こういう映像を私撮ってなかったような気がするんですよね。この辺の金日足から下山したところのこういうのってあんまり撮ってなかったかなぁなんて思いながら、結構このルート、ここの場所は楽しいんですよね。大倉尾根のところでもこの辺りほら景色も広がってるし、だけど疲れちゃってね、記憶に残ってないんですよこのルートね。この辺もうボロボロになってたりするんで。この辺もいいでしょ、なんか空に向かって歩いていく感じが。で、ここもこんなに景色綺麗だったんだと思って、砂が乾いたような砂利道、砂と砂利が混ざったような道なんですよ、ここ。階段もあったりするのかな。歩きにくくてね、それに気を取られて景色見てないっていう可能性がありますね。登りはもちろん背向けちゃってるんで見えないし。でもいきなりね、こういう森の中の景色になっちゃいましたね。一気に下山をしてるということでございます。で、ここでは休憩。大倉尾根のいいところは休憩する箇所がねいっぱいあるんですよ。こうベンチみたいなね、おまんじゅうを食べてね、力をつけて最後の一歩きをしております。もう光が夕方ですよね。11月だったんで、だんだん日が短くなってきてるので、ここでまだでも15時とかそのぐらいだったかな。
そして大倉バス停到着でございますね。今日はこれで以上になります。ご視聴ありがとうございました。